町田マは、日本の政治家。長野県小室市長。長野県さらしな郡や渡村生まれ。旧正義府高等農林学校農芸科学科卒業。昭和2年、萩な郡派に南農産学校教諭となり、飯山高等女学校、旧正飯山中学、旧正な高等女学校の各教諭を経て、同10年以後、長野、高知、新潟各県の農林技師。 同19年軍事省管理官、同24年通商産業省長野事務所長となる。同25年以後、長野県資材課長、労政課長、農地課長、下稲地方事務所長、小室市農業委員会委員長を経て、同29年小室市助役、同31年小室市長選挙で当選した。在任中は、国道18号線の改良や、小室市民会館、 小室市営球場、勤労者福祉センターの建設、朝六水道企業団の発足などに当たった。その他、長野県水道協会副会長、浅間山観光社長、日本赤十字社常任理事など歴任し、小室学園理事長、県国保連顧問を務めた。著書に、小室市政18カ年の歩みと1970年代の展望がある。AB、日本の歴代市長、 p 2 7 9ありがとうございます。